補正心理学認定講師柴田健二です。昨日ですね、車の移動中に何個か音声を撮っていて、まあ音声の方が聞きやすいかなと思って、そしたら音声の質が悪いというか、すごいノイズというか、結構声が遠い、動画の方が全然声がいいというか、入りがいいというか、そんな感じだったので、またちょっとこう今回は動画の方でお話ししたいなと思います。まあ、いずれね、このちょっと動画も少しね、今とは違うパターンでやっていくんですが、まあ、移動中にね、まあ、移動中のこの目線というのも実はいろいろと人の心理に影響を及ぼしている可能性があるので、ね、ちょっとその辺を微調整というか変えていきたいなと思いますが、今日これから、今ですね、9月1日の12時30分、青森市の方に今日これから向かいまして、ある企業さんのですね、安全大会というふうなことで企業でお話をさせていただきます。まあ企業というか、事業者さんがたくさん集まって約200人弱のね規模になりますので、まあ自分の中では一般のね、さまざまな方々向けの講演講座ということは浜松の120人がまあ最高かなというところ、まあ企業でいくと、まあ今回200人弱ぐらいなのでね、もう規模だけでいくと今回が一番大きな規模になるのかなというふうな感じがいたします。まあ、そこでね、1時間ほど時間をいただいて、まあ、安全大会、まあ、結果そこはです、建設業にのね、あのお仕事をされていらっしゃる会社さんなので、まあ、そこの関連企業さんが集まって、ね、いろいろとその場でお話をさせていただくんですが、やっぱり普段起こるトラブルというか、お仕事の中でのエラー、ミスっていうのはほとんどコミュニケーションから来るわけですよね。私はこういうふうに伝えたとしても、受け取り手はそういうふうに思ってはいないという、結果人間って自分の都合のいいように聞いたこと、聞いて自分の都合のいいように受け取って、それで事実を作っていくっていうところがあるので、まあ、それが要はヒューマンエラーということで、で結果いろんなミスにつながる、まあ、建設業というようなね、あの感じであれば、そのミスの内容によってはもちろん怪我、大怪我、命、人命というところにもまあつながってくる。だからこそ安全に、ね、常にそういったところで気を使ってお仕事をされなければまあならないだろう業種だったりするわけです。まあ、そこで、ね、やっぱりその安全大会という名前なので、じゃあいかにね、このヒューマンエラーを減らすかということにね、この個性心理学を活用して、そうか、でこの人には自分の当たり前を伝えても、この人にはその当たり前が非常にまあ通りにくいというかね、まあ、伝わりにくい、理解してもらいにくいとかね、いうふうなことがあるならば、この人にはこういうふうに伝えた方がいいんだよね、というふうなところがまあ見えてくるわけですよね。結果そういうような違い、どういうふうに言ってあげれば分かるのかということが分からないまま、知らないまま私たちはコミュニケーションを取っているので、まず話が噛み合わない、自分はこういうふうに言ったつもりなのに相手は全くそれに受け取ってはいないというふうな現実が作られていきます。で結果ミスがミスにを、ね、呼んで、ミスが重なってですね、いろんな問題トラブルに発展する。コミュニケーションは自分が何を言いたいかということはもちろんなんですけども、それを相手に伝わって、相手が自分が思っているね、自分が伝えたいことと、ね、ほぼほぼぴったり、やっと、まあ、意思疎通というような形が作られるので、なるべくそうやってね、意思疎通というか思ったことがちゃんと伝わるように、ね、お話をして初めてはコミュニケーションが成り立ちますよねというふうな、まあ、そういったところにつなげてお話をさせていただきます。まあ、キャラクターの部分でね、少し簡単にお話をすれば、やっぱりね、お猿さんというキャラクターを私は持ってすぐに例としてお話をしてしまいますが、まあ、お猿さんはやっぱり、まあ、こと細かく指示命令、アドバイスがないと動けませんよ。特に初めてのことであれば、で今まで経験がなければ、そのことに関しては本当にやっぱり最初から、ね、1から10まで全部教えてほしい。それが毎日のように続けば、さすがにね、もう言わなくても分かるよねというようなレベルになりますが、初めてやること、これ実はオオカミさんのキャラクターもなんですが、オオカミさんもお猿さんも初めてのことっていうのは実はそんなに得意ではないかもしれないですね。
お猿さんはその通りにやる、狼さんは初めてのことでもいろんなマニュアルとかやり方を聞いてから、もうすでに自分なりのねやり方、自分にアレンジを加えるというのが狼さんのやり方になるでしょう。でもどちらにも共通するのはやっぱり教えてもらって細かく知ってから、じゃあどうするの、お猿さんはその通りやります、で狼さんはちょっとアレンジが加わりますというね、その後のやり方が違ってくるというのがまたそれぞれの特徴だったりします。なのでね、まあ、そういったところをみんな自分の当たり前は当たり前じゃないんだよということをやっぱり知る必要がある。それを知らないままに私たちは生きてきたので、いろんなところがぶつかる、トラブルになる。言わなくても分かるよね、言えば分かりません、何遍を言ったら分かるんだとかね、いうことさまざま出てくるわけですよなんだみたいな、そういうことなのか。まあね、圧倒的に男性がずらっといるような公園というかね、なるでしょうからね、みたいな、まあね、誕生日使って何これ占いがみたいなね、空気をほぼほぼ読めるわけですよね、最初の入りとしては。でもやっぱりね、もったいないんですよね、このまま知らないまま過ごすのか知って過ごすのか。私の実体験として、まあ、もうすでにこれをねお仕事にしてるぐらいなのでね、私はやっぱりこれをやって非常に楽になったわけです、自分が楽になったわけですね。うん、なのでね、やっぱそういった実体験を踏まえながら、まあ、お話をしていく。1時間なのでね、どこまでお話をできるかというのが非常に難しいところはあるんですが、はい、1時間の中でもまずはそうか、個性って違うんだなと。で1時間で全てを、ね、お伝えすることは到底、まあ、難しいというか不可能と思えば不可能なんですが、まあ難しいわけですね。だからそこの本当にこの個性心理学を使った、まあ、諦めるという考え方、明らかに認めて受け入れるというふうなね、でこちらが相手に合わせていく、そういうのね、世界というそういうのは世界観というのを作っていく、それは企業の中にね、企業の中にそういうものを作っていく、そのきっかけになれればなということで今日は、ね、お話をさせていただきます。はい、まあご存知の通りですけどね、私はほぼほぼノープランでボンって入ります。なのでこれがいいかどうかということではないんですが、ね、私はあまり組み立てすぎて、でも組み立てても組み立てた通りにいかないんでね、まずテーマ、大きくテーマ何を言う、皆さんの当たり前は当たり前ではないんですよということをしっかり、個性ってみんな違うんですよ、じゃあやり方違うんですよ、実際は得意なことも違うんですよということもね、まあ、たくさんありますんでね、まあ、そういうようなところもお話ししていきたいなというふうに思っています。ということで今回もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。